96式軽機関銃は、1930年代以前、中期に開発、採用された大日本帝国陸軍の軽機関銃。日露戦争において、ロシア軍の装備する当時の最新兵器の機関銃により、敵陣を攻撃する不評の突撃隊にたびたび大損害を被った日本陸軍は、機関銃の有効性を認識し、自らも機関銃を導入して運用し、 かつ、使用法を研究した。当時の機関銃は、重量も 50kg を優に超え、台車に据え付けて、移動には、馬筆牽引する、後の重機関銃に相当するもので、前線において、移動、設置、発射準備に手間がかかり、馬の他十数名の分隊により運用された。しかし、第一次大戦後、 不評戦闘は大部隊の密集突撃戦法から徐々に招待規模の浸透戦法へ変わっていき、それに伴い一人か二人の不評の重手により運用が可能な軽量で機動的な機関銃が必要とされるようになった。軽量な機関銃の開発に着手した日本陸軍は1922年に11年式系機関銃を正式採用し、 翌1923年の春から各部隊に配備していった。満州事変でウイジンを飾った11年式景気であるが構造上砂ジに弱く特に機関部に入り込んだ砂ジにより故障が相次いだ。断層を外した96式景機関銃断層口の防塵カバーは閉じられている。11年式景機の不具合に対し、すでに正式化された実報を使用し、 信頼性が高く性能良好な、扱いやすい、新型ケ器の開発が、陸軍によって1931年に着手された。1932年から開発が始まったが、当初は、陸軍造兵省小倉工廠及び、東京ガス電機工業、日本特殊工南部重製造所の各社による協作であった。1933年に、各社の試作重の比較審査を行い、 その中から、小倉工廠と南部銃製造所に試作銃の改良が指示された。開発促進のため南部側に陸軍技術本部が加わり、前述の小倉工廠と南部銃製造所による各試作銃の長所を取り入れて改良設計した A50 を南部が製作、B50 を陸軍造兵省が製作した。このうち B50 は、 チェコスロバキア製 ZB26 系機関銃とよく似ており、模倣、コピーとされ、ZB26 と同じく機関部下部から廃車やする。事実、a 号、b 号両銃の試験資料において、参考として11年式契機と共に挙げられている。チェコ機銃の項目にある複雑羽根のつまびらか、元表記は b 号銃と同じとなっている。 両銃は1934年11月までに納入され、同年11月より1935年5月まで各種比較試験が繰り返された。南部銃製造所の A5 銃の方が B5 銃より 1000g 以上軽量かつ耐久性、機能性など技術的に優れていたため、同年8月の陸軍技術研究本部の審査会により A5 銃の採用が決定され、以降は 南部銃製造所が主体となって、a 5銃にさらなる改良を加えた姿勢景機の開発が進められた。1936年1月に陸軍技術研究本部の審査会により a 5銃は姿勢96式系機関銃と命名され、1937年7月に仮製式成定常審を経て、1938年6月に96式系機関銃として、 正式制定された。なお採用されなかった B50 は97式車最重機関銃の開発へつながることになる。96式系機関銃の機関部左側面。円形のものは照射天輪。左側の長方形のものは縮主の防塵カバー。96式系機の開発には中国国民党軍が使用していた無故障機関銃こと ZB26 や 改良型 ZB30 を模倣したとされることがある。外見がよく似た面が多くあるものの、ZB26 に類似したレイアウトは、本銃だけではなく、フランスの f m、MM、m l 1 9 2 4 2 9軽機関銃でも採用されている。本銃と ZB26 系統を比較すると、ガス作動機構に南部機次郎が開発担当した多くの機関銃と同様に、 ホチキス機関銃の影響が強く、ボルトロック機構が異なるメインスプリング及び重傷の配置が異なるなど相違点が多い。また、B50 や ZB26 系とは異なり機関部右側面よりハイ差ヤする方式を採用しており、ZB26 やイギリスのブレン系機関銃のコピーではない。重心の空冷加工も ZB26 では関係のフィンが 重心軸に対して直角に刻まれているのに対し、九十六式では十一年式と同じく連続したら線形状となっている。一方で、照射天輪としては z b 二十六に類似した様式のものが採用された。九十六式系機関銃、南部機次郎は開発期間中の九百三十五年二月に z b 二十六系とは異なるボルトロック構造に 関する特許を、また1936年3月には安全装置に関する特許などを出願し、これらは96式ケーキや後の新型ケーキの開発にも活かされている。重心には、重空の摩耗対策として、クロームメッキ塗装が施され、重心名数は19000発、レシーバー先端左上のラッチレバーを回して、解放することにより簡単に重心の交換ができた。 弾薬は、合計 6.5mm の38式実砲を使用。装弾数は、ZB26 が20発であるのに対し96、式計器は30発の箱型弾倉を採用した。箱型弾倉の採用に加え薬凶縮で窓、弾倉口に防人用外班を備え、11年式では、剥き出しだった縮にも防人カバーが設けられたため、機関部に、 砂人やゴミの混入が少なくなったことから、銃本体のという装置は廃止された。断層の背面には丸い小窓があり、通常は薬莢の底部が見えるが、残弾が4発以下になると、伊手に弾切れを予告する表示が出た。断層を銃に装着すると、残弾表示窓の真後ろに断層を止めレバーが配置しているため、射撃姿勢にある伊手が残弾表示を目視できるよう、 断層とメレバーの中央にも開口部が設けられている。また、転写による狙撃を主とする運用上必要なメガネをオプションとして装着できた。銃の真上に断層が配置されるため、消紋、小声はいから見て断層の左にオフセットして設置される。一方メガネの本体、接眼部は断層の真後ろに装着されるが、大物レンズはプリズムを使うことで、 いてから見て、断層の右にオフセットされる。小門小正,正とメガネとは互いに干渉していないため、メガネを装着した状態でも、両者を使い分けることができる。開発当初の要求仕様では、計三脚下での運用を、主とする旨が明記されていたが、最終的には11年式と同じく2脚を、標準装備する形態に落ち着いた。この二脚は、地上目標に対する射撃時は、 もちろんのこと、航空機の襲来の際にも、兵士1名が相手に生体して正座し、2脚を肩に乗せる姿勢を取ることで、対空射撃に用いられた。不評争点においては、地上部隊の脅威となる、敵航空機に対しては専用の降射砲や降射機関砲を運用する降射砲兵、機関砲兵に限らず、野戦では、不評も、小銃、軽機関銃、重機関銃を持って、全力で、 対空射撃に当たるものとされていたためである。実際に当時の戦闘風景を捉えた写真では38式不標銃を装備した多数の兵士と共にこの射撃姿勢で対空射撃に当たる96式景気のカットが残されている。1941年、マレー作戦における96式景気感銃百四十二年、ビルマ戦線で運用される十六 四季系機気艦銃と十一年四季系機気艦銃日中戦争に実戦投入された九十六四季景は、その後のモンハン事件、太平洋戦争を通して活躍した。帝国陸軍のみならず、海軍陸戦隊でも使用され、また、満州国軍など同盟国軍にも供与されている。軍人対策を行った本銃は十一年式季景に比べ信頼性が高くなり、第一線部隊では、 非常に好評であった。生産においては、当時の日本は基礎工業力が低く、加工精度も諸外国に比べて劣っていたため、最終調整は熟練工に頼った。そのためか、射撃時においては、ガタツケが少なく命中精度は非常に高かった反面、弱創薬実報ゆえのガス圧不足による有抵抗体量不足による廃車や不良や諸外国に比べて薬莢が、 わずかに薄いことにより膨張した薬莢が薬室内に張り付き、ちぎれることによる敗差や不良、さらにそこへ示談を装填してしまう、いわゆる突っ込みといった故障をたびたび起こした。日中戦争において中華民国がドイツやチェコなどから輸入装備していた ZB26 をロカクシ調査したところ、微妙に薬室のテーパー値を変化させていることがわかり、 後の生産分の96式ケーキでは薬莢の張り付き問題が幾分解消された。またこの結果、38式普通実法の使用が可能となり幻想弾の使用は解消された。その後、長年の懸案であった高威力の 7.7mm 弾薬を主力実法とすることとなり、96式ケーキに 7.7mm 弾を使用できるように改良した99。 式系機関銃が開発され、1940年に正式採用されても引き続き96式景気は生産が継続され、1943年に打ち切られるまでの6年間で約4万千兆が生産された。1940年、中国戦線で運用される96式系機関銃と11年式系機関銃。11年式は副車で、 支援射撃に徹しているのに対し、着検した96式は小銃種と共に突撃。内視攻撃前進中96式契機は、契機としては珍しく重心下に銃剣の着検装置を持つ。この特徴は同じく着検装置を持つ99式契機と同様にたびたび論争の的になっている。着検装置が設計に追加された時期は、現時点で定かではないが、 1937年の改正不評争点草案が編纂される権威を追っていくとおそらくは1935から1936年前後であるとみられる。これ以前の1928年の不評争点では、刑期は専門の独立した分体を編成し、小体内の他の小中分体の火力支援を行う編成をとっている。したがって、 この配備運用方式に基づいていた1932年の開発当初段階では、計三脚下での使用が主であると考えられていた。当然、最初の要求仕様や開発経緯に着見装置の文言は出ていない。むしろ不評用には片付け重傷は不要であるとまでされており、実際に96式計器が完成した姿とは、かなりの隔たりがある。いわば、 アメリカ軍の M1919 機関銃と類似するような形状が要求されており、満州事変以降の実戦をまだ経験していない。この時点での陸軍の軽機運用の方針は未だ固まったものとはなっていない様子が伺える。これが1937年不評相転送案に、ナルト軽機は小銃分隊に変号配備され、一般によく知られている軽機運用法に進化し、 小体内の第一から三分体に一丁ずつの装備が定数となった。ここに至り、景気は従来と異なり、小銃子と全く行動を共にしなければならなくなった。つまり、確固とした技術上や傭兵上の理由があって追加したわけではなく、もしかしたら使うかもしれないから、大した手間でもないしとりあえずつけてみたという程度のものだったという可能性もある。 だからこそ、正式性定審査経緯にも着剣装置の追加に関する記述がないとも考えられる。なお、銃剣をつけた状態だと命中精度が上がるとの、旧軍兵士や元アメリカ軍人の証言があり、2000年代初頭に菅和茂浦米国在住の研究グループが行った射撃実験でも着剣状態の方が命中精度が上がっていることが確認された。 このことを考慮すると、重心が後ろに傾いている96式ケーキ、99式ケーキのバランサー、重心部のウェイトとして、振動抑制の役目と、駐屯地や検問所などでの威圧が目的であるとも考えられる。当時の分裂更新を写した写真には、住所が着見した96式ケーキ、または99式ケーキを、担い重の姿勢で保持しているカットが残されているほか、 品派県軍を撮影したアルバムにも偽装網を着用した兵士が着剣状態の96式ケ機を延体から射撃する様子を捉えた写真が残されている。ありがとうございます。